創立59周年を迎えた新潟市中央区名家南にあります富谷野運動公園野球場に来ています。私たちの後ろ側には球児さんたちが練習試合をしているところです。59歳というイベントを開催するということで今お邪魔しています。詳しいお話を富谷野運動公園のスタッフ相田さんに伺います。相田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この59の祭りと書いて59歳と読むんですね、はいはい、こちらどういったイベントになるんですか。はい、こちらは富谷野野球場が、1963年に建てられまして、今年で59年目を、迎えました、はい。日頃から、たくさん使っていただいているお客様に感謝を込めて3年ぶりにイベントを開催させていただきます。59歳と、はい、あとこの感謝祭を、ま、もじってってですか。そうですね、はい、もじりました。59歳なんですね、はい、59歳です。ホームラン体験、はい、それから、球速や、スイングスピードを測る、測定会、それからストラックアウト、あとは親子野球教室などなど、内容盛りだくさんで、お送りしたいと思います、はい。日時や期間は、はい、8月28日日曜日、午前9時から開催しております、はい。参加費は必要ですか。はい、参加費は1人200円になりまして、未就学児の方は無料でご入場いただけます、はい。10時から11時の間で親子野球教室を開催いたします。対象は年中から、小学校低学年、そして保護者になります、ボールの投げ方ですとか取り方、バッティングなどを予定しております。指導される方っていらっしゃるんですか。あ、うちの館長が指導します。館長さん。はい、館長です、はい。自身も野球を続けてきて、はい、公認コーチの資格を持っておりますので優しく教えますので、はい、前日でもし明らかに、雨の場合でしたら、ホームページの新潟スポーツ情報ナビというところに掲載をさせていただきます、はい。また当日朝も微妙な天気であれば、はい、ホームページの方でご案内させていただきますので、はい、そちらをチェックしてみてください。日本野球機構が、主導で行っております日本野球伝来150年のイベントがありまして、はいはい、その中で、日本野球の聖地名所150選というところを富谷野球場が認定されました。はダブルでおめでたいです、はい、おめでとうございます。あ、それでは最後になりますが、はい、テレビをご覧の皆さんへメッセージお願いします、はい。野球が好きな方、それから野球をこれから好きになる方、ぜひですね、歴史のあるこの球場で野球体験をしていただいて、最高の思い出作りをしていただければと思います。よろしくお願いします、はい。ということで富谷野運動公園野球場から59歳についてのご紹介でした。相田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。